手読んで近鉄生駒線へぐり駅に来てます。はい、もう完全に初見なんですけど、なんかこういう案内板があるからこういうの見たらいいのかなと思ったけど、これはあんまり参考にならなそうにないっていうね。初見すぎてマジでどこに行ったらいいかのか分かんないっていうね。なんか案内板だけはやたら多いのにな、やのにあんまり当てにならへんっていうね。まあまあまあ、案内板は観光に来た人にとってはね、もちろん頼りにはなるけど、まあちょっと俺の場合は単にこう街を適当に歩きたいだけやから、今回はちょっとあまり必要なくなるかなっていう。頼れるのは己のこのスマホのマップだけっていうね。多分な、もうその駅から全然離れてないやん、もう離れられてないやん。ちょっと離れたいな。まあへぐり駅というのは奈良県のへぐり町、じゃあ奈良県生駒市へぐり町か、こっちになんかへぐり町総合文化センターっていうのがありました。初見すぎるわほんまに。とりあえずちょっとまあ適当に行きますけど、まあああいうね駅前に案内板があるってことは、まあやっぱそれなりにまあ観光地として見られてるのかな。観光で来る人もやっぱりいるってことだと思うんですけど、とりあえずこの道まっすぐ行くと竜田川という川に出るん でちなみにこの近鉄生駒線の舳倉駅の、次の駅が竜田川っていう駅なんですよ。まあ、川の名前なんですけど、そこに出るのでとりあえずそこまで行ってみたいかなと思いますけど、こっちとか行ってみた方がいいんかな。こっち側にこの方向にさっきの駅があるんですけどね、こっちに、左手に小学校がありました。小学校なんかな、ちょっとわからへんけどね。日暮里小学校って書いてましたね。もうそのまんまかーいっていうね。なんかサッカーやってるな。俺も小学校の時サッカーやってたんですけどね、小6まで。ちょうどね J リーグが始まったぐらいの頃に始めて、中学上がってからしなくなったんやけどな。まあそんなうまくはなかったけど、全くもってうまくはなかった。ただ単にこうなんか J リーグバブルの波に乗っただけみたいなね。郵便局や。ついね、電車が今通ってますけどね。僕はまさに今日乗ってきた電車ですけど。で、今から行くのはこっちの方向です。こっちはね、まあ、これがさっきの小学校ですけどね。こっから行くとどこに出るんですかね。あんまりね、行き過ぎると、今度市議さんの方に入っていくというか、もう山に入っちゃうから、そもそもが。ちょっと行き過ぎるとこれはまたややこしい。市議さんに行かないようにっていうね。市議さんは行ってもいいんですけど、別になんか市議さんを避けてるわけじゃないから。前のどこやったっけ、あれ八尾の市議さん口ってとこに行った時もなんか市議さんに行かんようにみたいなこと言ってたけど、別に行っていいんですけどね、ほんまは行っていいけど、市議さんの方に行くとまたちょっとそれはそれでこう市議さんとしての動画としてまた撮りたいからさ、だから今回は行ってないんですけどね。まあ、行ってないというか行く予定じゃないんですけど、風がね、ちょっと今日強くて、ほんで舳倉町立学校給食センターやって、ちょっとこっち行ってみようか。なぜか言うたら怖かったからっていう。さっきなんかこう前の方から車が来てたけど、
モンキーシーもそれを取ってる感じになったから、これ降りてきて因縁つけられたら最悪やなと思って、なんかわざわざこっちに来てるんですけど、まあ、どうせまた引き返しますよ。うん、いや引き返そうと思ってけど、まさかこれ竜田川ちゃうよな、ちゃうと思うんですけど、これの川、こんな川駅の名前にしてるくらいだったらちょっとやばいと思うけどな。まあ多分竜田川じゃないんでしょうね。うん、怖い車も行ったということで、じゃあもう一回行きましょう。このまままっすぐね。ちょっと天気があんま良くないんですよね今日は。で、見てわかる通りね。こっちに行きつつみたいな。よし。こっち、あ、これが竜田川でしょ絶対。って言うてあんま見えてなかったな今。これですね。これが竜田川ですね。うん、まあまあちゃんとした川ですよね。で、こっちにも川流れてるも当たり前のことなんですけど。まあこの辺からちょっとだけ登って、でもう一度なんか川沿いをねちょっと歩いていきたいから、うん。こっちなんでしょうね。あ、これなんやろ。病院か。なんや。結構なんか面白いもんやと思ったんですけどね。ただの歯科医院やから、歯医者さんですね。これなんかマーケットみたいなとこ、スーパーかな。三協って何だったっけ、聞いたことあるけど、三協アルミってやつじゃないかな。よし、これを突き当たるまで行ってみようかな、とりあえず。うん、昼間はね割と天気良かったんですよ今日。急になんか3時ぐらいかな天気悪くなりだしてきて、今日はだから余裕や思ったんですけどね。やったらその時間に行けよって話ですけどね、なんかその気になれなかったっていうね。最近ちょっとあんまり、大体か僕動画あんま上げれてないからね、そもそもが。あ、この辺はなんかちょっと撮ってても意味なさそうやな。で、なんで上げてなかったかというと、まずやっぱ一番何よりも天気、気候がね、もう最近雨多いし、んで雨じゃなかったとしてももうどんより曇ってるとか、風が強いとか、なんかこうあんまりこう探訪動画を撮るのに適してる気候じゃなかったとか、あとまちょっとあんま自分的にはあんま体調が良くなかったというのと、んで体調、まあ風邪とかですけど、でもう一つはそのあれです、前も一回こういうことあったけど、ちょっとあの腰がねしばらくちょっとあんま思わしくなくて病院行ったりしてたんですけどね。なのであんまりちょっとここ最近探訪動画を撮れてなくて、まあ別にね、でも別に探訪動画じゃなくてもさ、あんたら家で動画撮ったりなしたらよかったのになと思うけど、まあ今川沿い歩いてます。別に俺は今まで本のレビューとかあんまりしたい。竜田川親水公園っていうのかな、この辺がなんかその公園になってますね。あんまり俺は最近ゲームの実況はやらなくなった、ね、あんまりやっても最近伸びなくなったんで、もうやってないんで。やとしてもこう何かしらこう家でさ、せっかく YouTube やってるんやから、何かしらの本のレビューとか食べ物のなんかレビューとか、あれもあんま伸びなかったんですけどね、一回やったけど。やったらよかったのに、別に探訪動画だけが俺のチャンネルの全てじゃないもんな。まあでもやっぱ探訪動画が一番その俺のチャンネルの中でやっぱり根幹やから、探訪動画以外をあんまり撮りたくないっていうのがあるんですよね、正直。ちょっとこっち側危なかったんで、あの柵のこの内側歩きますけど、
まあだから基本的にはやっぱり俺は田んぼ動画だけをほんまは撮りたいからな。でもやっぱりこう天気とか体調に一番左右されるから、そういう意味ではなんかこう投稿頻度っていうのが急激に減ってしまう時が来るからさ。だからあとやっぱり夜はあんま撮れないっていうのでね。まあ今日はもうこれ結構6時過ぎなんですけどね、今ちょっと昼間来いよなっていう感じなんですけどね。まあ本当はね、このこっちずっとこう登っていったところにもまだまだへぐり町は広がってるんですけども、まあちょっともう普通の住宅地だしあんまり行っても意味がないかなと思ったので、ちょっとこの辺で止めようかなと思いますけどね。まあ止めるって言って別に動画終わるわけではないけど、ちょっとだけほんなら上がってみますか。もうせっかくなんで、なんかね、ほんまにこの辺川の周辺だけちょろちょろしてるのも変な話だし、ちょっとだけ上がろうか。ほら、タスタガーって書いてる。タスタ川です。何でしょうねこれ。分からんけど、まあとりあえずちょっと上がってみますか。あんまりね、これ上がっていってもキリがない気がするけどな。なんとなくもう読めてるもんな、最近どんなもんかっていうのは。でも今このカメラで撮ってる方が、この目視してる感じよりちょっと明るいんですよね。あれ棚田じゃないですか、今目の前にあるの。まあ暗いっちゃ暗いんですけど、まだこのカメラで撮ってる時の方が若干マシなんかな。こっち側はまあなんやろ、なんか多分喫茶店じゃないかなこれは。とちょっとこけそうになったな今。ちょっとあんま上がりすぎてもな、どうやろう、どの辺で止めたらいいのかなっていうのが分からへん。まあ、こっちは畑というか田んぼかなこれは。多分ほんでまたこれ古墳でしょ絶対。もう触れやんとこ、触れた方がいいの。ほんならまあこの辺ちょっと名前だけ出そうか後で。もう何古墳とか全然分かってないから俺も。こっちの方向が大体が明るいんやな、こっちと比べて。まあ言うたらこっちが西やからね、基本的には。めっちゃ単純な理論やけど、単に西側やから明るいんですよこっちが。でどの辺まで俺は行ったらええの。このなんかちょっと曲がるところで降りていこうかな。こんなとこ車通るんや。こっちがなんかほんま暗いわ。古墳じゃないんかなそれか。ほんで、でも古墳っぽい気がするし、線でもないみたいな。まあまあもちろんこの辺も古墳はあるんですけど、当たり前のようにマップ上に古墳があったからな。もう触れやんといたろ。こっちがね、今ちょっとね、最近ダウンロードした HD 画質カメラの方で撮ってるんですけど、どうですかね、さっきのカメラよりこれ画質いいんですかね。いまいちちょっと違いがよく分かってないんだけどな。よし、ちょっともうほなこの辺で一旦降ります。ちょっともうなんか何撮ってるかもう分からへん状況になってきてるしね。まあ、こっち側にちょっと住宅地みたいなのがあったみたいなね。なんか本格的に暗くなってきたけどな。で今このね、目の前に見えてるこれが、一応へぐり町役場です。もうちょい明るい時に来たらよかったな。時間配分ちょっと間違えたんかな今回で。まあおなじみのこの案内板があって、
これがね、へぐり町の役場ですと、うん、なんか書いてるけどもう読めない。へぐり町政施行50周年って書いてるからね。結構なんか奥燃えてるみたいになってるけども、これ燃えてるんちゃうよ、火事じゃないよ。これはなんか桜にライトが当たってんだろうな。ちょっと明るいとこに出たいなっていう、とりあえず案内板またあったわ。とりあえずこっからはまた HD のカメラに変えますと。ちょっとこっちの方が全然なんかくっきり見えてるわね、さっきのよりは。あれは普通のスマホのカメラですけど、こっちの方がやっぱりちょっとちゃんと撮れてる気がするんでね。ただこのカメラ一個まあちょっとネックというのは、基本アングルというかこのなんていうの、この距離を、これが一番なんていうの、遠い感じ。こっからこう広げてこう近くはできるんですけど、これより遠くはならないっていうね。まあでもいいかなっていう感じだけどね。それでも、あ、電気ちょっと明るいとこ出れた。まあここなんかここだけの話じゃなくて、なんとなく最近思うのが、米倉涼子を最近嫌いになった人って俺多いと思う。なぜなら楽天モバイルのせいで。じゃあちょっとこの辺をなんか大通りに出たんで、この辺ね、こっちローソンあったりして、じゃあもうこの大通りをひたすら突き進もうか、せっかくなんで最後やから、うん、基本もうこれからね、夜ちょっと暗くなってきた時はもうこっちのカメラに切り替えよう。まあ別に最初からこのね、高画質の方のカメラで撮っててもいいんですけどね。ちょっとこれ近いんやね、これより遠くできひんっていうのかな。結構画面用意しやすそうな距離であるからな、そんな気がしたから。あんまりそうやね、なんかいざとなった時しか使えへんみたいな。だからまあまあ、どこまで行こうかな。あんま行きすぎてもまたな、あれやし。でっかいね、この看板。丸亀製麺もあるよな。西松屋あるやん。うん、画質はいいけどな、やっぱり。まあ、適当にちょっとまあ、この辺歩いていこうかな、最後は。天気は割といいんすよ、今日は。まだいい方なんすよ。来た時ちょっと曇ってはいたけど、まだマシな方なんですよね、これでも。以前、ちょっとあるところに行って、結局天気が悪すぎて、そのままなんかもう、その動画オクラになったからね。天気が悪いと、昼ぐらいやったら別にいいんですけど、夕方ぐらいになるともう全然こうどんよりしてるからな。とまあこんな感じで、こっちは何があるのかな、ちょっと分からへんけど、曲がろうかもう。うん、このまま駅に向かってるんですけどね、今。まあまあこんな感じで、ちょっと今回は画面がちょっと見えにくいなっていうのはあったかもしれんけどね、申し訳ないなという感じで、またね、6月ぐらいになればもうちょい日も長くなるんじゃないかなと思いますけどね。という感じで、もうちょっと行こうか、せっかくやしなと思ったけど、もういいか。うん、まあまあ最後らへんなんかもう、最後ら辺じゃなくても途中ぐらいからもう全然カメラの話しかしてない気がするけど、うん、まあへぐり町はこんな感じでいいかな。はい、
じゃあね、まあこんな動画でしたけど、最後まで見てくださった方はありがとうございます。それでは終わります。さようなら。